イ12007年ブラジル GP にてニコ・ロズベルグがニック・ハイドフェルドをオーバーテイク・オーバーテイクとはレースにおいて前の車を後の車が追い越すことを言う。英語ではオーバーテイキングあるいはパッシングというレースでは必ずしも追い越しイコールオーバーテイクではない。レースでの追い越しを対別すると以下の3つのケースに分けられる。 同一周回で順位を競い合う車同士で、前の車を、後の車が追い越し、順位が入れ替わる。異なる周回数の車同士で、前の車を、後の車が追い越し、周回遅れにする。ピットレーンを走行中、あるいはピット作業中の車を、トラックを走る車が、順位の上で前に出る。ほとんどの場合、置を指して、オーバーテイクという、レースにおいて大きな見せ場であり、 その内容、回数などが、レースのエンターテイメント性そのものを左右する場合が、多い。例として、オーバーテイクのない、または、少ないレースは、走行回などと揶揄されることがある。2は、講義においては、オーバーテイクであるが、競技では、オーバーテイクとは言わない。レースにおいて、オーバーテイクとは、1のように順位が入れ替わることのみを表し、2のようなケースは、単に、ラップダウンする。 ラップダウンされると言われることが多い。3のように、近年の F1 などでは、ピット作業により、順位が変動することが多いが、このケースでは、後者の追い越しをする意思、あるいは前者がそれを阻止する意思に関わらず順位が入れ替わり、またそれに伴うアクションも一切ないため、これを、オーバーテイクと呼べるか否かは、意見の分かれるところである。例えば、 同一周回で順位を競い合う車同士が同じ周回または近似周回でピット作業を行った場合に作業の手際やラップタイムの差などからトラック上で追い越しがなされることなく双方のピット作業後に順位が入れ替わる場合があるまたは前者が先にピット作業を行った際に一時的に後舎が順位の上では前に出ることになるがこれらをオーバーテイクというケースは あまりない。これを区別するために、1は、コース上でのオーバーテイクなどと言われることがある。直線速度差の利用を最も多く見られる。オーバーテイクの方法は、コーナーからの脱出で前車に接近し、長いストレートで前車のスリップストリームに入ることにより、空気抵抗を減らして、スピードを上げ、テールトゥーノーズ状態から横に並びかけて抜く方法である。この際に、 前者は追い越しを阻止するため、スリップストリームに入られないように、あるいは単にブロックするために走行ラインを変えることが多く、また後者はそれに対して、スリップストリームに入るため、あるいはブロックをかわすために走行ラインを変えるため、両者の間にバトルが発生し、これがレースの見どころともなる。ブレーキング勝負ストレートで追い越しきれない場合には、次のコーナーでお互いに、 相手より少しでもブレーキを遅らせることにより、先にコーナーへ侵入しようとする様が、ドライバーの度胸や技術の見せ場にもなる。コーナーに向かって、イン側にいるものの方が有利だが、アウト側の走行ラインを外れると路面が汚れているためブレーキングが難しくなる。イン側をブロックする前車を、アウト側から被かせて抜く方法を、大外刈りと呼ぶ場合もある。 クロスラインコーナーへの侵入で抜ききれない場合でも、前者が減速しきれず走行ラインが膨らんだ隙を、ついて、イン側に切り込み、コーナー脱出時に並びかけて抜く方法もある。この切り返し技を、クロスラインと呼ぶ、複合技コーナーへの侵入でイン側を狙うフェイントを、見せ、前者にブロックラインを取らせる。前者は、コーナリングラインが苦しくなり、脱出速度が落ちる。 後者は加速重視でコーナーを立ち上がれば、次のストレートでスリップストリームを利用しやすくなる。一度で成功しなくても、こうしたプレッシャーをかけ続けて、相手のミスを誘ったり、ブレーキやタイヤを摩耗させるような頭脳をプレーも必要となる。オーバーテイクはレースの醍醐味であるが、安全面やスポーツマンシップの見地から、問題のある行為は審議対象となり、競技委員からペナルティを課されることがある。 危険走行を抜きのバトルにおいて発生する接触事故は通常レーシングインシデントとして処理される。しかしスリップストリームを嫌ってジグザグ走行を繰り返す、並走状態で相手をコース外に押しやろうとする、無謀なブレーキングで相手を巻き添えにするなど周囲を危険にさらす迷惑行為はペナルティの対象となる。故意に接触したと判定される悪質なケースには、 出場停止やポイント剥奪などの厳罰が下される。追い越し禁止区間でのオーバーテイク多くのレースでは、競技中に事故などの発生した危険な区間、区域、あるいはコース全域にわたってイエローフラッグが用いられている。これはドライバーに注意を促し速度を抑制させると同時に、その区間でのオーバーテイクの禁止を意味している。イエローフラッグが提示されている区間で、 オーバーテイクした場合、レギュレーションにより定められたペナルティを受けることになる。不正な利益をオーバーテイクする際に、正規のコース上ではない場所を通過するなどして、後者に対して明らかにアドバンテージを得て追い越した場合には、追い越した車が追い越された車を、再び先行させる措置を取らないと、ペナルティが課せられる場合がある。また、レギュレーションで明文化されていなくとも、バトルの当事者間では、 最終的にどちらが譲るかといった相互認識も必要となる。並走状態でコーナーに侵入した場合、相手の走行ラインを一本分残すのがマナーとされる。高速コーナーでの接触は重大事故につながるため、車両性能やドライバーの技量を踏まえての一瞬の判断が問われる。レース中のオーバーテイクの頻度は、レースカテゴリー、もしくはサーキットの特性によって異なる。 インディカーやナスカーのようなオーバルトラックを使用するレースではスリップストリームを使う駆け引きが随所で展開される二輪の軽排気量クラスでは互いに順位交代を繰り返しながら集団でレースを行う場面が見られる逆に海一モナコ GP の舞台となるモンテカルロ市街地コースのような道幅の狭いツイスティなコースではオーバーテークは極めて難しい作業となる 現代のモータースポーツはテレビ視聴率の影響から以前よりもエンターテインメント性が要求されている。オーバーテイクシーンの少ないレースは退屈とみなされるためオーバーテイクをしやすくなるルールや技術を導入する演出的要素が加わるようになった。一方、ドライバーの技量が反映されない作為的なオーバーテイクが頻発すると強ざめという見方もある。かつてカートでは オーバルトラックでのスピード抑制のためリアウィングにスポイラーを装着したが、副次作用としてスリップストリームが効きすぎる結果となり、抜いた車がすぐに抜き返されるというシーンが続発した。問題点、編集近年、特に回一においてオーバーテイクが少ないということが問題視されており、その対策として様々なレギュレーション変更が考慮されている。オーバーテイクが減った。 大きな要因として、以下のようないくつかの理由が考えられる。解決案、編集国際自動車連盟は、風洞実験や CFD 解析をもとに、オーバーテイクを容易とする、エアロパッケージを研究している。2005年には、リアウィングを左右に分割し、後方乱気流を削減するセンターダウンウォッシュ、ジェネレーティングウィングを発表し、2007年からの導入を図ったが、採用は見送られた。 2008年には研究専門部会としてオーバーテイクワーキンググループを設立各チームの設計責任者を交えて具体的なレギュレーションを検討し2009年より順次導入しているオーバルだけでなくロードコースでもレースが行われるインディカーシリーズではプッシュトゥパスと呼ばれるシステムが採用されるプッシュトゥパスを作動させるとエンジンの許容回転数が200 RPM 向上する。下級式エンジンではさらにターボチャージャーのブースト圧が上昇する。また、使用制限については、回数が制限される場合と合計作動時間が制限される場合があり、シーズンによって異なる。フォーミュラ日本では2009年からオーバーテイクボタンが導入された。レース中5回まで使用でき、エンジン回転数を20秒間400回転上げることができる。 観客に分かりやすいよう、ロールバーに5つのランプが点灯しており、ボタンを押すと5秒後に点滅し始め、使用することに1つずつ消灯していく。フォーミューラ E では、接戦を演出するため、決勝レース中にパワーユニットの出力がソフト的に制限されるが、オーバーテイク時のみ、プシュトゥパスモードで一時的に最大出力を得ることができる。 また SNS 上で最も支持されたドライバーのみプッシュトゥパスの使用権が得られるというファン電動システムの導入も予定されている。ありがとうございます。